岡の那須久幸選手です。初日は本郷選手のマークなんですけど、今日、トネ選手につけてみてどうでした？ちょっとホーム、ね、連携が外れて、そうですね、まさかの最後ちょっと離れてしまったんで、本当トネ君にはすごく悪かったなって思ってますけど、はい、いやそこ判断難しいよねいやいや、しっかりとついてれば全然ワンツーできたと思うんで、はい、ちょっと残念です、はいはい。で、明日なんですけど、決勝なんですけど、はい、決勝はですね、先手取る方の後ろにつけたら、はいはい、いいなと思ってます、はい。あ、そうですね、ここどっちが取るか分かりませんね。そうですね、はいはいはい。でも短期が多いんですよね明日。そうですね、3人短期がいるんで、まあ、なるべく足使ってでも前に行けるようにやろうかなと思ってます、はいはいはい。やっぱこ短期の動きで変わりますね、3人の動きで。そうなりますね、はい、はい。まあ、シャバン的にはまあ一番ですから、ちょっとこう、そうですね、シャバンは一番なんで、はい、スタートはなるべくいいところは取れるん で、はい。で今回天候悪いんですけど、どうです乗ってみて。そうですね、ちょっと思った以上に風が強かったんで、でもなんかバンク自体はそんな重くないんで、はい、それが良かったですけどね。調子戻ってるような、はい、そうですね、悪くはないと思います、はい、はい、わかりました。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。いい位置を取って優勝を狙って頑張ります。応援お願いします。徳島の三石康弘選手です。いやー、室井選手といい、船瀬選手といい、いい先行しますね。そうですね、びっくりしましたね、はい、みんな強いです。なんかここカットしますけど、はい、なんか圧があるんじゃないですか。いや、カットします、圧はかけてないですよ、はい、頑張ってくれてます。いやいや、あ、でもね、やっぱり室井選手自体も三井選手をやっぱ好きなんでしょうね。そういうニコニコしてから圧があるんですよ、ドレスに。いや、それ完全なと今時のこのノリでしょう。ノリですよね、はい、徳島は、まあ、緩いし、はい、そうですね、はい、いや、でもなんか初日からもう行きっぷりいいですね、室井選手。そうですね、はい、まあ自在性もあるんですけど、やっぱり長い距離もがけるところを見せたいっていう気持ちもあって、あ、はいはい、コントロールできてますよね、3日間多分このまま いけば、はい。やっぱこう、ね、上に行きますよね、このままだとね、本当ね。まあ、そうですね、本人はまだ自分の力不足を常に言ってますけど、はいはいはい。じゃあもう走る前も褒め、はい、空気入れた方がいいですね、どんどんね。そうですね、空気入れて、はい、俺はもうついていくだけでいっぱいだよとか言ってね。あ、そうそうです。あ、初日交わしてるかいや、あれたまたまです、はい、それしょうがないですよ、4分待ったらね、はいはい。どうなんす、やっぱ三井選手の感じとしてはだいぶ調子戻ってきたんじゃないですか。そうですね、やっぱり正直なところミッド走って、朝のレース走ってとか、もう本当に練習とかもあんまりこう感じが急に悪くなって、あ、まあナイターとかなんでまだいい感じで、普通の感じで走れてます。永久は永久で大変だなって思いました、そこで。いや、すごい大変ですね、本当に。やっぱり20年近く S 級でいたんで、ね、はい、もう体がやっぱりその時間にっていうのはちょっと苦しくなってきて、デーに慣れてますからね、はい、はいはい、そうね。まあ、でもまず逆に、ね、また S 級に戻るんじゃないですか、この勢いだったら。そうですね、まあ、頑張って今季取りたいなとは思ってますけど、はい、わかりました。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。そうですね、今日、2日目お世話になった船瀬君とはもう別になってしまったんですけど、まあ、同県の室井がいるんで、まあ、後ろで、まあ、優勝とかそういうんじゃなくて、まあ、いいレースできたらなと思います。頑張ります。地元長崎、山口龍也選手、です、初日は戸根選手マーク、今日はね、自力のマクレオを見てたんですけど、2日間乗ってどうですか。そうですね、足の調子は、まあ、いいと思います。そうね、はい、今日はやっぱさすがやなって、予想通りに自分の中段取って、それからまくれ込むと。そうですね、やっぱ位置取って、そこから、まあ、自分のいけるタイミングでっていうのが、あそこはね、早く行くか遅く行くかよね、佐世保はね。そうですね、佐世保結構早めに行っちゃうと参考になるからね、そこちょっと考えて、あと、まあ、内に詰まらないように、はいはいはい、小岩さんが来た時に同時にって感じで、はい、
ブロックされてもそこら伸びてね、そうですね、いやもう今日完璧だったなって、自分の予想も当たってくる、はい、まあね、やっぱり強いなと思ってね。で明日なんですけど、明日そうですね、九州の先輩方と話して、まあ、地元のちょっとわがままですけど、そういう船津さんの番手に行かせてもらいます。まあ、連携あるしね、ちょっと前回惜しかった、ね、はい、ちょっと落車もあったんですけど、はいはい、で今回は浦選手リベンジありますからね、はい、調子も良さそうなんで、良さそうですね、はい、僕も、船さん援護できるように頑張っていきます。同期でワンツーと、はい、うん、もうセッティングとは変わらず、セッティングはそうですね、変わらずで、もう足の調子もいいんで、はいはい、まあ、優勝を狙ってそうです、ね、明日頑張ります。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、地元いつも以上に気合い入れて頑張ります。応援よろしくお願いします。三重の柴崎俊光選手です。初日は、ね、堀選手マークで、今日は村瀬選手で、まあ、真後ろから来られたんですけど、ね、準優の作戦はどうでした？もうそうですね、先行するという作戦だったので、はい、ただ真後ろはちょっときつかったですね、ね、そうですね、山口選手がいて難しかったです、はい、もういいとこで来ましたもんね。いいとこで来られましたね。あそこね、やっぱ地元だから詳しいんですよ、行くとこ。ああそこブロックしてもね、こう乗り越えられますもん ね。ちょっと難しかったです。もっと早かったら止められるんですけどね。そうでした ね。なかなか、いやそれでね、ちゃんとこう、ね、こう決勝行ってますから、あの調子としてはどうなんですか？まあ良くも悪くもないって感じです、まあ、普通です、はい、で決勝なんですけど、決勝はあもう中金僕だけだし、一人で、はいはい、やりたいと思います。たらなんと短期3になりましたみたいですね。はい、はい、ちょっとどうなるか分かんないですけど、はい、どうですか、初日からもちょっと天候悪かったんですけど、乗った感じは。そうですね、まあはい、もうそんな気に、風とは気にはなりません、雨とか、まあ、そうですね、そこまで気にならなかったですかね。あ、はい、さすがですね、はい、分かりました。じゃあ決勝の意気込みをお願いします。はい、明日一人で全力で尽くして頑張るので応援よろしくお願いします。広島の船瀬純平選手です。いや初日もね、下沖選手を叩いて一着、今日もホームかまして一着、そうですね、調子戻ってるんじゃないですか。そうですね、苦手なかましだったんですけど、あ前より出れてたんで、戻ってるよりは良くなってると思います。前回の佐世保の分はちゃんと取り戻したんですね。そうですね、前回竜也つけてもうダメなレースをしちゃったんで今回取り戻せたんでよかったです。なんか、ラインですけど、なんか、はい、同期ラインと。そうですね、ライ、まあ、前回失敗してるんで、竜也に今回は頑張らせてもらえたんで頑張ります。これ楽しみなラインですね、本当。そうですね、決勝のメンバー見てなんですけど、なんか、はい、まあ、同地区みたいな、ちょっと。そうですね、室井君も、ね、そうですね、一緒に走ったこともあるんで、はいはい、まあ、明日は自力同士頑張りたいと思います、はい、どうですか、天候ちょっと悪いんですけど。あ、明日ですか。明日はいいかもしれないです、今回初日2日の。そうですね、風は、まあ、昨日は全然1レースでなかったんですけど、はいはい、今日もそんな感じなかったんで。あ、そうですか、はい、あ、じゃあ今回ま、まあまあ、あ、まあ、そうですね、セッティング変えてよかったなってたんで、はい、はいはい、まあ竜也選手とね、まあ、連携はもう前回からあるということですね、はい、そうですね、はい、じゃあ決勝の意気込みお願いします。そうですね、はい、自力出して全力で頑張ります。応援よろしくお願いします。大分の小岩哲也選手です。初日も6番手からもう伸びて2着だし、今日も短期で調子だいぶ戻ってるんじゃないですか。調子今回いいですね、はい、お、なんかちょっとこうセッティング変えたとかそういうのはないんですか。そうですね、セッティングはちょっと微調整しました。あ、はい、この短い直線でね伸びてますから、まあ別府の風と比べればもうないみたいなもんですか。そこまではないですけど、やっぱ風強かったですね。あ、そうですか、はい、いや別府と徳島の選手はあんまり気にしないのかなと思ったんですけど、やっぱありますね、風は。はい、あ、昨日からありますもんね、はい、いや今日もありました。今日も感じましたね、はい、はいはい、で明日なんですか。明日は決勝は、明日は短期で、頑張ります。いや今日も良かったしですね、はい、はい、決勝の意気込みをお願いします。
明日も一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。徳島の室井蓮太郎選手です。初日もね、後ろのね、圧もあったんでしょうけど、ジャンから逃げて、そうですね、圧がありましたね。で今日も今日にちょっと走りましたね、積極的前前。そうですね、まあ、できれんかったら自分でかけて、で、まあ、来たら飛びつくか、まあ、3番手に入るかって言ったんで、まあ、作戦通りですね。うん、いや、さすがですね、そこら辺は、まあ、落ち着いてましたね、今日ね。そうですね、しっかり周り見えて走れたんで、はい。で、決勝なんですけど、またちょっと後ろから圧がありそうですね。そうですね、初日同様多分圧があると思うんで、プレッシャー負けないように頑張ります。なんか準優も船瀬選手が発信してましたもんね。そうですね、気持ちはよくわかるんですよ。で、明日は船瀬選手気楽じゃないですかね。そうですね、今日よりかは気楽と思うんですけど、まあ、後ろ地元の人なんで、はい、はい。で、この2日間走ってみて、あのセッティングとかはどうでした？まあ、いい感じで走れてるんで悪くないと思います。はい、やっぱり風強かったんですけど、やっぱり小松島よりはないですか？そうですね、今日はあんまり感じなかったですね。人の後ろにおったんで、はい。じゃあいいです。じゃあ決勝の意気込みお願いします。はい、三井さんと2人でマンツーできるように頑張るので応援お願いします。